どうもケロンタです。シャドーボックスが好きな人に知ってもらいたい遊戯王カードのぷっくりシャドーボックス職人ハルサさんについて紹介します。ぷっくりってなんだって思った方はとりあえずハルサさんの作品を数品ご覧ください。どうですか？シャドーボックスがぷっくりしていて立体的になってますよね。これがハルサさんの作風です。1枚の紙がどういう仕組みでこうなってるのと思うかもしれません。これはどうやってるかというと、その秘密は UV レジンというハンドメイド等で使用する道具にあります。透明で粘度の高い液体樹脂で紫外線によって固まる性質を持つ UV レジン。これをシャドーボックスの仕上げの段階で上からコーティングして硬化。それによりこのぷっくり感が出るんですね。ハルサさんは加工前の画像も投稿していたので、それを見て比較していきましょう。いや、いいですね。この加工が実はかなり難しいんですね。私がシャドーボックスを始めたての頃に真似してやってたんですけども、口に塗った黒いインクがにじむ。本当に素晴らしい技術です。昔コツを聞いたんですが、一番上の層は縁を塗らないとうまくいくそうです。ということはその分カットのごまかしが効かないんですね。やっぱりすごい技術です。ここで一つ注意。もしシャドーボックスをやってる人の中で、私もレジン加工やろうかなと今回のこのハルサさんの作品を見て思った方いましたら、レジンは有機溶剤です。素手で触ったりすると危険ですので、取り扱いには十分注意してください。また品質の悪いものほど時間経過で黄ばんだりするので、なるべく高品質のものを選ぶといいかもしれません。ハルサさんの作品をもっと見たい人、ハルサさんは Twitter をメインで活動してますので、概要欄に Twitter アカウントのリンク貼っておきます。是非そこからフォローしてください。実はハルサさん、結構な頻度でシャドーボックスのプレゼント企画を開催してくれてます。シャドーボックスに興味ある人、今回の作品紹介で欲しいなと思った方は、開催を見逃さないように通知をオンにして待ちましょう。あと、ハルサさんといえば美少女系のシャドーボックスが多いのが非常にいいですね。いいですね。さて、気を取り直してプレゼント当選待ちきれない、ハルサさんの作品実物見たいよって方は、動画収録時にはクレープシルフというお店に実物が展示してあります。こちらは山梨県のトライアル櫛形店というディスカウントストアの中にあるクレープ屋さんなんですけども、なんと遊戯王の取り扱いもしてるんですね。しかもかなりの量を取り扱ってるので驚きです。私も行ったことありますが、本当に驚きました。詳しい住所は概要欄に載せておくのでチェックしてください。シャドーボックスの展示はもしかしたら時期によっては撤去などもあるかもしれません。クレープを食べながら遊戯王も見ることができる珍しいお店です。チャンスがある人は行ってみるのがおすすめです。余談ですけど、山梨は果物やワインが美味しいので旅行におすすめです。パラピエロさんの紹介の時にも言いましたが、シャドーボックスは写真や動画で見るよりも実物を見た方が迫力とか細かさが伝わりやすいので、実物を見に行くのがおすすめです。それでは次の動画もお楽しみに。